塩田裕二は、日本の銀行家。北斗銀行初代会長。1978年乱受報ュ1986年君4等。極日賞受賞。1994年14位。塩田断平の次男として、秋田県平河郡小物川町に生まれる。慶応義塾大学法学部卒業後、第百銀行に入校。21年余り在籍し、 品川支店次長等を歴任する。1958年には、うご銀行に転じその後、東取に昇格する。東取在任時には、本店の横手市から、秋田市への移転や本店新館の建設、さらには、オンラインシステムの導入、店舗網の整備等、経営の近代化を推進した。1988年には、代表取締役会長に退き、 合併となり誕生した北斗銀行会長に就任した。数多くの役職も歴任し、1963年からは16年間に渡り、秋田県教育委員を務め、その間には教育委員長も務めたほか、秋田高校同窓会第六代会長や、秋田商工会議所会等、秋田商工会議所連合会会長も歴任するも、2期目の途中に病気で辞任した。 1994年1月8日政挙、去年80、次男としてフィデアホールディングス取締役関西委員長を務めた塩田敬司がいる、以下人事更新録発版より、ありがとうございます。